ジャン・クリストフロマンドラン前回の続きからです。その誤解も遠くから眺めるとかえって愉快な気がしたしまた彼は全て自分の方が悪いのだとしていた彼はまたクリストフの芸術上の抱負や フランスおよびフランス人に対するクリストフの批判それは賞賛的なものばかりではなかったの多少をコレットに漏らしたそれらのことは皆それ自身では大したことではなかったがコレットはそれを勝手に安売ししかもクリストフに対する一種のひそやかな意地悪をもってしただけになおさら人の気を引く話となしてすぐさま方々をエルフした 1> 第1にその内緒話を聞いたのは彼女の腰着たたるルルシアンレビークールだったそしてレヴィー・クールはそれを秘密にしておく理由を少しも持たなかったでその話は途中でますます面白いものとなって四方へ広がったオリヴィエが犠牲者となってオリビエに対する皮肉なやや侮辱的な憐憫の調子を帯びてきた 本来ならばその話は2人の主人公がほとんど世に知られていない人物だったから誰にもさほど興味あるものとはなりそうになかったしかしバリ人というものは自分と無関係なことにいつまでも興味を持つものであるそしてついにその秘密はルーさん夫人の口からクリストフ自身の耳にまで伝わった 夫人はある日音楽会で彼に出会ってあのオリビエ・ジャンナンと喧嘩したのは本当かと尋ねたそして彼とオリビエ以外には知っているものがないはずの事柄にそれとなく言及して仕事のことを尋ねた誰からそんな詳しいことを聞いたのかと尋ねられてルシアン・レビー・クールから聞いたのでありレビー・クールはオリビエから聞いたそうであると彼女は答えた クリストフはそれに参ってしまった激烈で批評眼のない彼にはその噂が本当らしくないことを取り上げる考えは起こらなかった彼はただ一つのことしか見なかったオリビエに打ち明けたその秘密がルシアン・レビークールに漏らされたのだ彼は音楽界にじっと残っていることができなかったすぐに席を立った 周囲には空虚しか感じられなかった。彼は自ら言っていた。ともに裏切られた。オリビエはコレットのもとへ行っていた。クリストグは自分の部屋の扉に鍵をかけて、オリビエがいつもの通り帰ってきて、少し話をしようとしても、それができないようにした。しばらくすると果たして、 オリビエが帰ってき扉を開こうとし鍵のかかっている向こうから挨拶の言葉をささやいているのが聞こえてきたしかし彼は身動きもしなかった寝床の上に暗闇の中に座り頭を両手で抱えて繰り返していたともに裏切られたそしてそのまま夜中までじっとしていた すると、いかにオリヴィエを愛しているかを感じてきた。裏切られたことを恨んでいるのではなく、ただ一人苦しんでいるのだった。愛せられる者の方には、あらゆる権利がある。もはや相手を愛さないという権利さえある。人はそれを彼に恨むことはできない。彼から見捨てられて、 自分がほとんど彼の愛を贈るにも足りないということを自ら恨むだけのことであるそれこそ致命的な苦しみである翌朝クリストフはオリビエに会っても何とも言わなかったオリビエを非難することは信頼に乗じて秘密を敵へ餌として投げ与えたと非難することはいかにも嫌な気がして一言も 口に出し得なかった。しかし彼の顔つきが彼に代わって口をきいていた敵意を含んだ冷酷な顔つきだったオリビエはそれに驚かされたしかし少しも理由が分からなかったクリストフが何を何持っているのか彼は恐る恐る知ろうと試みたがクリストフは返事もせずに そっけなく顔を背けてしまったオリビエの方でも気に障って口をつぐみ目前として心を痛めた二人はもうその日一日顔を合わせなかったクリストフはオリビエからたとえその千倍もの苦しみを与えられたとしても決して石思晴しをすることはできなかったろうし ほとんど身を守ることさえできなかったろう彼にとってオリビエは神聖なものであったしかし彼は憤慨の念に駆られたあまり誰かにぶつかって思いを晴らさなければならなかったそしてオリビエがその的となりえなかったのでルシアン・レビー・クールが的となった彼はいつも不公平と劇場とのために オリビエが犯したはずの財貨の責任をレビー・クールに持っていったレビー・クールのようなやつから昔はコレット・ストバンの友情を奪われた上に今度は友の愛情を奪われたかと思うと耐え難い嫉妬の苦しみを感じたそしてさらに彼を激高させたことにはちょうどその日フィデリオ上演についてのレビー・クールの論説が目に入った。 デビークールはその論説中でベートーヴェンのことを長老の調子で述べたてその女主人公をモンティオン賞のためにうまく冷やかしていたクリストフはその作品の滑稽な点や音楽のある語尾をさえ誰よりもよく見て取っていた彼は自身ではいつも地名の大化に対して大げさな尊敬を示しはしなかった しかし常に自説を固執することやフランス流の論理などを少しも鼻にかけてはいなかった彼は元来自分の好きな人の欠点も指摘しはするが他人にはそうすることを許さなかったその上大芸術家を批評するのにクリストフのようにいかに辛辣であろうとも芸術上の熱烈な信念を持ってしまた その人のうちに怨怨さを許し得ないほどその栄誉に対する一途な愛情をもってすることもしくはユシアン・レビー・クールがしているように偉人をけなして公衆の下劣さんに媚び愚衆を笑わすことだけをその批評の眼目とすることその両者は全く別字であった次にクリストフはいかにも自由な批判をこととしてはいたが 常にある種の音楽に対してはそれを黙って別な場所に安置し決して手を触れなかったそれはいわゆる音楽よりもより高きよりよき音楽であり医者と力と希望等を組み出し得る偉大な有益な魂そのものであったベートーベンの音楽はそういうものだったそれがあるゲス野郎から侮辱されているのを見ると 彼は我を忘れて月光した。もはや芸術上の問題ではなく名誉の問題だった全て性に価値を与えるもの愛共有熱烈な特装などが皆含まれていたそれが害されるのは愛ぼせる女の侮辱を聞くのと同様に許し得られないことだった憎悪し屠殺するのほかはなかったましてその侮辱者は クリストフが誰よりも最も軽蔑している男ではなかったかそして偶然にもその晩に2人は顔を合わしたオリビエと2人きりにならないためにクリストフは珍しくもルーサン家の夜会に行ったのだったすると演奏が求められて心ならずも承知したそれでもやがて自分の弾いている楽曲の中に我を忘れた そしてふと目を上げた時数歩先に一段の人々の中にこちらを見守っているリュシアン・レビー・クールの皮肉な目を認めた彼はある小説の最中にぴたりと引きやめ立ち上がってピアノに背を向けた人々は当惑してひっそりとなったルーサン夫人はびっくりして強いて微笑を浮かべながらクリストフのところへやってきた そして用心深くその楽曲のまだ終わっていないことがはっきり分からなかったので彼に尋ねた「続けておやりになりませんかクラフトさん」「もう済みました」と彼は冷ややかに答えたそう言ってしまうや否や彼は自分の無作法に気づいたしかしそのために 慎み深くなるどころかかえってますます苛立だった聴衆のあざけり気味な注目には気にも留めずに彼はヨシアン・レビークールの挙動が見守れる片隅に行って座った隕石には赤いぼんやりした顔をし薄青い目を持ち子供らしい表情を浮かべているある老将軍が座っていた。 なんとかお世辞を言わなければならないと思ってか彼の楽曲の独創的なことを褒めたクリストフは不快を感じてただ辞儀をし訳のわからない言葉をつぶやいた将軍は無意味な優しい微笑を浮かべながら極端に丁寧な調子で話し続けたそしてあんなに長い音楽をどうして空で弾けるかそれを説明してもらいたかった クリストフはその高校野を長い子から殴り落としてやろうかとも考えた彼はリュシアン・レビークールが何と言ってるか聞きたがっていた攻撃の口実を狙いすましていた少し前から自分が何か馬鹿げたことをしてかしそうな気持ちになっていたどうしても馬鹿げたことをするに違いない気がした ルシアン・レヴィークールは一団の婦人たちを相手に例のわざとらしい声で大芸術からの意図やその内心の思想などを説明して聞かしていたちょっと辺りがひっそりとなった合間にクリストフは彼がワグナーとルードイ・ヒオートの友情について言葉の裏に習関係を匂わせながら話しているのをそれと聞き取った。 もうたくさんだ。と彼はそばのテーブルをでんこでたたきながら叫んだ。人々はあっけに取られて振り向いた。ルシアン・レビークールはクリストフの目つきに出会い、軽く青ざめていった。君は僕に向かって行ってるのか君にだ。恥知らずめ。とクリストフは言った。彼はムックと立ち上がった。 世の中の中立派なものを君は何でもけがそうとするんだな」と彼は猛然と言い続けた「出て行けバカ野郎後から放り出すぞ」彼は進み寄っていった夫人たちはちょっと声を立てて遠のいた少し騒ぎとなったクリストフはすぐ人に取りまかれた ユシアン・レビークールは半ば腰を浮かしていたそれからまた肘掛け椅子にことも投げに座った通りがか,かりの召使いを小声に呼んで一枚の名刺を渡したそして何事も送らなかったのように話を続けたしかしそのまぶたは神経質にまたたきちらちら見合って人々の様子をうかがっていた ルーさんはクリストフの前に立ちふさがっていたがその上着の襟を捉えて彼を扉の方へ連れていったクリストフはふんぬと8度でいっぱいになり頭を垂れてルーさんの白シャツの大きな胸部を目の前にしその光ったボタンを数えていたそしてそのでっぷりした男の息を顔の上に感じていた